ガリバド握手よ。どうもワームテール足りないと。今ミスったよね。ミスったら俺お願いします。よろしくお願いします。相変わらずつまんないですね。いやベストですけど本日も男子ダブルスの実況解説やっていきたいと思います。はい、対戦カードを発表します。はい、中澤足りないペア。これコンビネーション実はめっちゃいいです。あ、そうなんですか。はい、合うやついるんですね。自分結構詰めるタイプなんですけど、はい、中澤さんもどんどん詰めていく。はい、だから詰め詰めペア。対戦相手、はい、山岸アリスターペア。いつものペア。関ペアですね。はい。攻撃。どっちも攻撃ですね。はい。でもレシーブも硬い。はいはい。これどっちが勝つのか。熱いラリー。はい。楽しみです。はい。では本編の実況解説をやっていきます。始まりました。始まりましたね。谷合サブ、山岸君レシーブ。うわ。はい。おいよ、サブいいよ。アウトかい。アウトかい。どう見てもアウトっしょあれ。早くない？ナイスショットすぎる。いやこれ入ってるんですよ。でも入ってますか？はい。でもアウトっすよ。これも早すぎません？爪早いですね。山岸君早いですよ。プッシュの威力がもう鬼。ああ、いいショットっすね。バチバチネット。めちゃめちゃいいショット。早いこれ。あれですね、タッチ早いですね。はい、もう全部体の前でペッてペッて。はい、遊ばれてますね。やばい。6-1。やっぱどっちも詰めなんで、まずい。どっちが詰めるかと。はい、谷合さんサーブ1万本打ってください。ちょ、練習します。練習してください。おお、3-7ですよ。序盤としては最悪。あ、でも4-7ですよ今。でもはいはい。おお、ちょっとやっぱ序盤やっぱお互い温まってないですね。なるほど。はい、結構谷合さんテイクプレーいきますね。はい、テイクプレー大好きです。テイクプレー大好き。はい、テイクプレー。自分はテイクプレーと谷合さんが大嫌いです。アウトとアウトですね。アウトですね、それは。はい、アウトです。はい。でも中澤さんめっちゃ詰めません？詰めますね。はい、早いですね。しかも結構自分とプレー似てて、どんどんこうドライブとかで攻めていくんですよ。おお、似てますね。はい。今なんすか？なんで谷合見てたんですか？何してんすか？動いてください、ちゃんと。じゃあ打てや、ちゃんとね。ほら、あ、でも展開早いですね。はい、どんどん前でプッてどんどん打つ。はい、いいよ。あ、でもすごいロブも低いですね。あ、でも山岸さんの勢がうまいと。やっぱうまいっすね。まずい。はい。こちら。バリのタッチ。綺麗にカウンター。綺麗にカウンター。気持ちよくやられちゃいましたね今。あれ。うわ、早い。じゃ。コースもいいっすよね。もうあれは速度超過っす。はい、速度超過っすね。確かにコースもめっちゃ良かった。見ました？いや、見てないです。ああ、ちゃんと見てください。おお、微妙じゃないこれ。これマジ微妙だな。これやばくないっすか？これはこれ難しい。中澤さん羊。いや、やっぱ似てるじゃないですか。ああ、やっぱノーディスケーション。ノーディスケーション。ノーディスケーション。ディスケーション出ました。ディシジョンですか。入った。アホ。いや。はい。サーティーレブン。まあ今のは結局本当どっちか分かんなくて、山岸君が。今ちょっとアウトっぽかったっすねってことで手をいただきました。おお、優しい山口さん。優しい。爪早い。やばい。うわ、ちょっとさ、爪速くない？爪速いし、この山岸のこのドライバーがないですか？この前でしっかり有澤さんがスマッシュで、もうアタックガンガンですね。本当にこれ見てて気持ちいいですね。はい、気持ちいい。お、今のプッシュ速い。地味に30-14ですからね。結構点数近いですね。おお、40オールつく。ここで40オール、はい、あの序盤のあの感じからよく、ああ、15-14、ちょっとここ1本欲しいよ。はい、切り返して、はい、そして落として長田のスマッシュ。おお、ナイス兄弟ですね。今いいコース、ちょうど山岸君と有澤さんのちょうど間ですね。そうですね、はい、間にいいショットでしたね。真ん中ってやっぱちょっと一瞬迷いますよね。一瞬迷っちゃいますよね。ここ結構微妙じゃないですか。しかも有澤さんがしっかりここ狙っているっていうのがポイントですね。これは50オール、こっから大事ですね。こっから大事。はい、おお、しかも谷原さん今前ちゃんと張って、そうですね、おっ、ギリギリで変えるんですよ、コースを。ああやってちょっと速いプッシュ打たれた時とかにやっぱカウンターやっぱ張ってるんですよ。なのでそこ少しコースずらしてあげるだけでも結構効くんですよ。たまたま返せ、たまたまちょっとコース変えられただけですけどね。96ですよ。そのめっちゃえぐいな。何してんすか。本当に谷原さん、床に叩きつける競技じゃないですよ。これ太鼓の達人じゃないですから。お、これはワッキーすぎますね。ワッキーすぎますね、今の。うまっ。あー、いや、押し込みに山岸が張ってるんですよ。山岸さん冷静ですね。冷静ですね、本当に。ここも大事ですね。大事。うわー、決まった。熱い。お疲れ様でした。中澤さん、すごい速くないですか？めっちゃ速いです。もう全部ガンガンでいくじゃないですか、新幹線みたいな。でもマジで速くて、そのうち結構詰めますけど、それで少しこう詰めた後甘く上がってきたものとかあるじゃないですか。それ中澤さん、その詰めが速いです。なのでもうお互いがなんて言うんだろう、お互いほんと低い展開でどんどんジャンプっていくみたいな。だから結構ラリーはちょっと全体的に短くなっちゃうんですけど、取られるときは取る、取るときは取るみたいな感じでどんどん進んでいく。はいしか言ってねえっていう感じで、ほんと展開が早い。低い展開結構ゴリゴリですね、中澤さん。自分がすごく好きなタイプです。相手のペアも途中の爪とか、やっぱお互いガンガン攻撃タイプなんで、ガンガンでしたね。はい、見ててなんか爽快でしたね。気持ちいい試合でしたね。お互い結構攻撃的なんで、レシーブっていうよりもどっちも結構ドライブ戦が多かったですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。握手。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、高評価、コメントもどしどしお待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。